こんにちは、はるです。今日はね、横浜のコリアンタウンにあるガチの韓国料理のお店を紹介しようと思うんですけど、もう本当にもう新大久保みたいな観光系のとこじゃなくて本気の韓国料理なんで、見た目もすごいんですけど、そこを皆さんに教えてあげたいと思います。結構秘密にしたかったお店。それでは行ってきます。ニナちゃんね、辛い韓国料理は食べれないからね。激辛はちょっと苦手だね。今日は辛くない韓国料理を食べるので安心してください。楽しみ。それがこちらです。今回私が紹介したいのはこちら。もう見た目からすごいでしょ、韓国でしょ。ソウルマポークソルロンタンというお店です。もうゴリゴリのコリアンタウンにあって、新大久保みたいな明るい雰囲気じゃないから、本物の韓国料理、もうまさに韓国旅行行ったみたいなソルロンタンを食べることができます。韓国旅行来たみたいです。癖の感じもあんまり韓国、カンパン、初スジョンガ。うん、この味の飴食べたことあるあるよね。確かに飴みたいな味するかも、うん、いただきます。辛いかな。辛くない、うん、辛くない、うんご飯出たらご飯と一緒に食べてもそのままつまんでもね、あれ注文してないっけ、まだ。あ、そっか、注文してないのか、うん、注文したきり言ったわ。サンランタン2つと海鮮チヂミでお願いします。韓国来た感ある。めっちゃ来た感ある現地感めちゃくちゃする。なんか映像越しに見ると余計現地感出る。はい、ありがとうございます。どこから撮ればいいの、これ。どこでもいいよ。完全に韓国旅行だわ、この絵面すごい、これもう、でも新大久保でこういう感じないかも。そうなんだ。逆にね、え、そうなんだ。完全に新大久保観光的な感じになっちゃってるから。あ、そっか、うん、すごいね、このお肉本当にね。うん、でちょっと足りなかったら塩を入れて、うん、このままでもいける、うん、美味しくない？めっちゃ美味しい。美味しいよね、お肉。めっちゃ柔らかい。柔らかいよね。めっちゃ美味しい。いや、チヂミ美味しすぎだから、びっくりした。食べたビビビ一番美味しい。本当に、うん、すごいスピード感で食べて何も喋れなくなってる、ね、ね、黙って食べてる無言、うん、持ち上げて超えてるみたい何だけお腹空いてたの、この子たちって思うのか。クッパだね、まさに、うん、食べ方わかってるじゃん。うん、美味しい。ご飯も合う、ね、うん、美味しい。塩はちょっと塩入れた方がいい、うん、塩が必要なことですね。そうそうそう、すぐ分かってる。うん、
で食べてるんですよ、反応正直辛いものを食べた時より美味しいものを食べた時のリアクションの方が大きいから、そうだよね、辛いのは、辛いなって感じなんです美味しいの、美味しいってなるじゃん寝る前にお腹空くんだよね、深夜2時とかに、ない1時とかにあんまり辛いかも、そうなんだ、夜食べないことなんで、お腹いっぱいだと寝れないの、でお腹がさ、減って寝れなくない、逆だね、え、そうなの、お腹いっぱいだと横になれない、気持ち悪くなっちゃうから、まあ確かにね、移動して、なんか消化してから寝る、えー、そうなんだ、うん、食べたかった、めっちゃ美味しい、韓国の味、100% 韓国、でも実際にお客さんがさ、その韓国人ばっかだったじゃん、そこがね、ポイントだよ、新大久保の韓国料理は韓国人あんまいないから、確かに全然いない、いないよね、なんか裏道の奥の方のところに行けるよね、そうなんだよね、最近食べた韓国料理の中でもうトップを争うレベルで韓国の味、何で、もう本当に現地の味、お腹いっぱいになってきた、やばい、ご飯入れたかった、全部入れました、完食だからすごい、完食です、綺麗に完食、美味しかった、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。半目。何一つ合ってないの、食べかけだし、入ってない半目だし。ちゃんとした子たちはこのチヂミドーンってあって、その他あってこうやって取るんだよ。こっちに気に取られてたから。こっちの普通の顔でも何も入ってないから、しかも空っぽじゃん胃が痛いんだけど笑うと戻しそう、戻しそう、ちょっと切ろうというわけで今日は横浜のコリアンタウンにあるソウルマポークっていうガチのその他の店にニナちゃんを連れて行ってきました、美味しかったでしょ、めちゃくちゃ美味しかった、なんかあの本当に韓国旅行行ったみたいな感じのね、味だったよね、店内の雰囲気もね韓国だったよね、そうお客さんとかも韓国の現地の人とかね、ばっかりで、普通にアニョハセヨって言ったもん、普通に入ってきた時ね、サジャニもアニョハセヨって入ってきた時、あ、韓国なんだって思ったよね、美味しかった、美味しかった、ね、おすすめなのでよかったらぜひ、新大久保とかは結構混んでるけど、こっちは穴場だからおすすめ で夜からしかやってないから、ランチはやってないのでそこら辺だけお気をつけください、というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました、よかったらいいねと2人のチャンネル登録とインスタのフォローもよろしくお願いします、バイバイ